うございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂本です。カモイのヒューラーです。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を、追求するために、発信している番組でございます。はい、ということで、はい、今日は3月5日です。はい、はい、そしてこの日何の日気になる日、イエーイ。はい、2週連続でおっさんでございます、はい、ということでですね、はい、3月5日はですね、はい、まあ、これね、あの3と5じゃないですか、はい、語呂で来てるのが今日は結構ちょっとねありますね。はい、はい、まず最初にですね、三五の日、もうそのまんまですね、三、はいはい、と五の日ですから、はい、はい、はい、でこれが、WWF ジャパン、世界自然保護基金の日本支部というか、まあ、ジャパンですね、はい、が1996年に制定した、3と5の語呂合わせで3号が、3月の、誕生石であることから、まあ、3号の日ということでございます。はい、3号賞を大切にしましょうねということですね、はいはい、そしてもう一つが巫女の日、巫女、はい、で巫女の日ですね、はい、で語呂合わせで生まれたネット上でのイベントだそうです。あ、イベントなんですか。そうそう、あのイベントというか、まあ、ネット上でその巫女の日に合わせて、うんうん、あのまあ、絵師というかそのイラストレーターの人が、はいはい、あの巫女さんの絵をなんかこうアップしていくという、まあ、ネットイベントがあるそうです、はいはい、ということで巫女の日というのがあるそうですね、はいはい、であとですね、日本人として忘れちゃいけない、うん、これ啓蟄っていうね、うん、あの24節気の一、つなんですけど、はいはいはい、太陽の、まあ、要は角度がですね345度の、時になって、うん、大地が温まって冬眠していた虫が穴から出てくるっていうのを啓蟄というんですけど、はい、はい、まあ、それが、3月5日、今年ね、ということだそうでございます。はい、はい、そしてもう一つがですね、ミスコンテストの日。ミスコン、はい、ミスコンですね、はい、これ日本でなんですけど、はい、これがですね、シカゴトリビューンの依頼、まあ、シカゴトリビューンっていうところの依頼により、時事新報が、うん、世界美人コンクールの、はい、日本予選として行った、これすごい名前なんですけどね、両家の淑女写真コンテストっていうのがあったらしいんですよ両家の淑女ですよ、はい、写真コンテストの入賞者を1908年のこの日、3月5日の日に、掲載したのが日本のミスコンテストの始まりとされていると。はい、なんかもうね、なんか両家の淑女っていうだけでなんかちょっとざわっとしますね、はい、今日特にあの男率高いだけに余計にこう両家の淑女って言われてちょっとざっとするんですけど、もっと言うとあの先週の、ね、ホテルアイリスの時にこの話が出てるともっとなんかざわっとした感じになったかなと思うんですけどね、はい、ということなんだそうですね、はい、はい、まあなんかいろんなことがあるもんですね、はい、まあ日本のミスコンテストが3月5日に始まったということですね、うん、で世界はもっと前からやってたってことですね。やってたんでしょうね、だから1908年ですから、また明治ですからね、はいはい、大正のまだ手前ですから、うーん、はい、ということだそうですね、はい、で、まあ、でも大正デモクラシーがこの後にこう出てくるっていう、うん、まあ言ったらそれぐらいの時期のお話ですよね、はい、はい、はい、ということでございました。はい、はい、そんな3月5日なんですが、はい、はい、今日もこのプレゼンありかなしかなんですけど、はい、今日はですねインタビューしてきました、うん、はい、どちらにインタビューしてきたかというと、リングワンダリングという映画がありまして、はい、笠松翔さんがね、主演をされている、まあ、今ね、うん、飛ぶ鳥を落とす勢いというかいろんな、はい、作品に出てられてますけども、うん、俳優の笠松翔さんですね、はい、が主演をしているリングワンダリングという映画の、うん、金子正和監督、はい、にインタビューさせていただきましたので、はい、そちらの方をご覧いただいてということなんですが、もうね、あの今日ね、すいません、あのめんどくさいんで最初から座ってもらってるのは気づいてますよね多分ね、はい、ということで、早速準備を始めたいと思います、はい、もうこんな感じですね、はい、はい、そして時間はもう計らんでもええんか、はい、いらんで10分ちょうどで作ってきてますから、はい、皆さん10分ちょうどお楽しみいただければと思います。それではこのプレゼンありかなしかスタート。はい、それでは今日はですね、リングワンダリングの金子監督ですね、
はい、のインタビューをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一応監督からですね、はい、簡単にあらすじを言っていただければと思います。あ、はい、まあ、本当にシンプルに言うと、はい、漫画家志望の、東京に住む青年が、はい、漫画の題材として絶滅した日本狼というものを描きたい。でそのためにいろいろ探っているんですけれども、その中で一晩だけちょっと不思議な経験をするというか、ちょっと不思議なところに迷い込んでしまう。そこから ある本当にいろいろ大きな経験をしていって成長していくという、そういった物語になります。笠松さんが主演されて、そうですね、笠松翔さんが主演です。始まってすぐの頃のその主人公と、それからその出来事を経験して、でその思いを知った後でのその主人公の佇まいっていうか、そういったものにも全然やっぱり違うという、そこをきっちり表現されてるなってすごく思ったんですけども、日本狼を題材にされたっていうところがもうすでに狙いだったっていうところなんですよね。話がその、東京の、地面の下に埋もれた、記憶であったり、かつてあった命であったり、そういったものを一番のテーマとして描いているんですけれども、そういったある種、僕らが失ってしまったり、かつてあったけれどもなくなってしまったもの、それの一つの大きな象徴として、その日本狼というかつて日本にいたけど絶滅してしまったものを描いてます。で、そこから日本狼ってものが絶滅したっていうのが、いろいろなこう人間の営みっていうものと絡んでいる。で、僕らの、人間の生きてきたことの罪であったりとか、過去の出来事であったりってものと、その他の生き物の生き死にってものも非常に大きく絡んでいる。そこのところ、多分パッと見というところというよりは、より深くこの作品を見ようとすると、そういったところも描いて、そうですね、感じていただけるかなと。そうですね、だから一番ね、面白いなと思ったのは、冒頭のシーンでの出会いがあり、もうそこから仕掛けが始まってるっていうところがあって、で、彼自身が何を求めてるっていうところもそこで語られてるので、でですね、僕はもう本当に見てって思ったのが大きく2つあって、はい、1つはこれ美術さんと衣装さん大変やったよねってすごく思って、時代交渉も含め、その設定とかっていうところがものすごく多分大変やったやろうなと思って、間に出てくるこういう小物とかもあるじゃないですか、ああいうのも含めて、こういうやつあの撮影の間までにどんだけの工程あったやろとかすごい思ってて、やっぱりそのシナリオに文字として書くのは簡単だけれども、やっぱり現代と過去を描いている、その過去の部分をいかに描くか、すで、ね、に、この世の中にないもので、そうなんですよ、ね、そこがやっぱりかなり組んで、すごくなんていうか、予算がものすごいとか、アンタの映画では全然なくて、やっぱりローバジェットの中で作ってるので、実際これ、書いておきながらもどうやって撮るんだろうなっていうので、そこからやっぱり自分でかなり足でいろいろな場所を探して、やっぱり過去のものが残っていたり雰囲気が残っているところを徹底的に探して、そこに美術さんに、うまく、やっぱり面白いなと思ったら、一つワンポイント何か入れることによって、そこの空間がガラッと雰囲気変わりますよね。そうなんですよね、変わる、そこはやっぱり美術さんがかなり上手にやってくださった。昭和 その戦前戦中の家屋の雰囲気とか、そうですね、そういうのもそうですし、主人公が描くそのマタギの世界、言ったらあれ3ユニットで撮ってるみたいな話じゃないですか、本当は。そうですね多分大バジェットのやつだったら、そうですね、3ユニットで撮ってるってやつですね。そうですね、でも多分それ全部、そうですね、同じチームですよね、はい、だからすごい大変やったやろうなって。そうだから本当に例えば一個の建物があって、そこが設定としては70年ぐらい前だけども、だそこがまず実際100年以上前からある建物を探したけど、どうしてもやっぱり現在もあったら多少こう冊子が入っちゃったりとか、そういうふうに変わっちゃう、そこのところだけ効果的に美術でうまく作り込んでもらってみたいな、古い建物だとやっぱり屋根が当時はなかった、昔だったらかやぶきだったりとか、トタンになっちゃったりとか、そこのところをどういうふうに工夫するかってところですよね。あれは東京都内ですか？物語の設定自体は東京都内なんですけども、ただやっぱり実際に当時 その東京都内の過去の話をやろうとすると、やっぱりもうなかなかないですし、ですよね、あと同時に東京ってやっぱりロケがすごく難しい、許可がなかなか下りないっていう、で結構例えば
夜のライターで長めの神社の中でとか、なかなか正直やらせてくれないので、はいはい、今だから関東近辺って結構あの茨城とか、そうですね、やっぱり、ね、あの茨城とか群馬とか栃木とか、はいはい、そっちの方はフィルムコンシティがすごく盛んで、はいはい、だから実際のところ本当これもその辺は栃木と群馬に行ってさ、ああやっぱそうですね、はいはい、まあ本当にあの東京の分かりやすくこうスカイツリーとか隅田川っていうところは都内で撮ってますけど、はいはいはい、ただ中身の一番ドラマをしっかり撮ってるところは都内ではないと思います。僕はでもあの作品見て一番っていうかおおって思ったのはあの、実際に重機であの地面を掘るっていう、絵を撮ってらっしゃるので、あれはすごいなと思って、あれは相当苦労したんでしょうね、探したりとか。結局そうですね、一番この映画で多分苦労したところはあそこですね、はい、やっぱり、はいはい、あの本当におっしゃる通りで東京の地面の下から、うん、あのそこに埋もれていた記憶っていうものが出てくる話なので、はいはい、あのやっぱり制作部さんとか助監督さんは、はい、やっぱり正直 2,3 ヶ月も撮れるとこ探し続けたけどもうないと、そんなとこはないと、はい、だからもう監督これ諦めてくれと、あのこう掘った後に土くれのこう山があって、はい、そこの中に骨があるのを見つけるみたいな、そういうシーンに変えてくれって結構かなり言われて、まあ、はいはい、まあ、そうなっちゃうよなっていうところがありつつも、ただいや台本に書いてあるこれ通り、これって結局その埋まってるものがそこの記憶の話っていうことはもう根幹なので、そこだけは絶対に譲れないそうですね、で、まあ、美術さんと僕の二人はそこだけは絶対譲れない、はいはいはい、でそれで、まあ、本当に実はだからクランクインの1日目の時にまだ場所が見つかってなかったんですよ。マジですか。でその1日目のところ撮影したところはあの半日で終わる日だったので、はいはいはい、その時にあの直前に1箇所できるかもしれないところがあるって連絡があって、はいはいはい、で撮影終わった後夕方にみんなで見に行って、はいはいはい、そこは本当に掘り放題というか掘っていいと言ってくれて、でそこでやったのと実際の工事現場の、はいはい、でや作業やってるところは、まあ、うまく、なるほどなるほどなるほど、はいはい、やっぱ絵の雰囲気作ろうと思うとそういうところにその力を入れておかないと絶対雰囲気って作れないじゃないですか。そうですね、で特に、まあ、ある種のこう幻想感というかちょっと不思議な世界に迷い込む世界なので、はい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 、だからこそ、うん、なんていうかこう雰囲気作りがないと冷めちゃうというか、ね、そうですよね、そこはやっぱりこだわりたいところですよね。まあ、なんせあのなんか一粒で何粒入ってんねやろうぐらい物語がいっぱい詰まってる作品なので、そうですね、はい、最後の最後で全部回収して終わってしまったここで回収したかという終わり方をしてらっしゃったので、そうですね、すごいなと思いながら、一瞬、まあ、リングワンダリング、まあ、こうリングですね、閉じるというですね、はい、ちゃんと最後閉じられてますんで、あの本当に最後まで見ないとダメですね。そうですね、本当に最後の最後まで目を離さないでほしい、本当に最後の最後まで意味のある映画ずっと出てる感じになるので、あの最後にあ終わりかっつってこう時計とか見てないで、そうそうそう、じっと画面を見てる、そうそうそう、見てないと気づかないかもしれないぐらいの話なので、ぜひ、しっかり見といていただきたいなと思いますけど、はい、はい、じゃあそろそろお時間になってきてると思うので、はい、監督からメッセージをいただきたいと思います。あ、はいはい、まあ、あのその東京の地面の下に埋もれた記憶であり、まあ、ある種命の重みというものをあのテーマとして扱っている映画ですけれども、本当にあの役者さんたちの演技が素晴らしいですし、あのエンターテインメントとして楽しめる、あの必ずしもその難解の映画ではなく本当に楽しんで見ていただける映画だと思うので、ぜひあのこうなんとか主人公と一緒にこう船に乗ってあの旅をしていくような、その船に揺られて世界の奥へ奥へ進んでいくような、そんな楽しみ方をしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、あのヒロインの、ね、阿部さんもあの非常にいい演技されてます。そうですね、ね、あの二役やってらっしゃるんですけどね、あのちゃんとあの役で演じ分けてらっしゃるですね、素晴らしい演技だったと思いますし、脇を固めるあの安田顕さん、はい、片岡礼子さん、はい、長谷川敦則さん、皆さん本当に素晴らしい、はい、いやもう長谷川敦則さんすごいなと思いました。そうですね、あのもういやもう年のことやと怒られるかもしれないけど66歳であの山道駆け上がっていくのってすげえ大変、あれワンテイクで終わったんですか。いや何回かやってますよね。いやですよね、絶対そうやろうなと思って、あれだって結構崩れそうな崖のとこぐーっと上がっていってるから、これワンテイクで行ってないよなと思いながら見てて、もう本当作る側の目線で見るとそういう風に見ちゃうんですけどね、大変やってやろうな長谷川さん。長谷川さんも本当にだけど非常に充実してあ、ね、楽しんでやっていただける。いやだってある意味その物語の中の主人公役なんで、
あの、まあ、僕はあの長谷川さんはウルトラマン AD の時から見てる人なんで、あ、わ、ウルトラマン AD だと思いながら見てたっていう感じなんですけど、まあ、いろんな本当にあの楽しみ方ができる作品じゃないかなと思いますので、はい、ぜひ皆さんもご覧になっていただければと思います。はい、ということで今日はあのリングワンダリングの金子監督でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、終わりました。ありがとうございました。はい、という感じでしたね。はい、大丈夫大丈夫。はい、なんか歩みがなんかちょっと呪いをかけてるんじゃないですか。はい、まあまあという感じでございましたので、どういうことになるのかちょっと一応結果だけね出しておきたいなと思います。はい、ということで、このプレゼンありかなしか判定ですね。はい、ありがとうございます。はい、という感じなんですけども、まあいろいろ言っちゃうとネタバレになるんでね、なかなか言えないことも多いんですけど、内容的に言うと3ブロックに分かれるというか、3つの話の流れがあるんですよ。でこれをこうミックスされてるというか、いう感じにはなるんですけど、主人公が不思議な世界に入っていき、それを経験したことによって知った事実があったりとかして、はいはい、でそれによってまあ主人公がまた、ね、成長していくというか、そういう形になってるお話にはなるかなと思うんですけど、はいはい、であの主人公がね描いてる漫画をあのドラマで見せてくれてるんですよ。でそれの主役が、あの長谷川初則さんがやってるっていう、はいはい、でそこはあの田中洋次さんとかも出てくるんですけど、はい、なのであの何回層かになってるんで、面白いのは面白いです、はいはい、飽きないといういろんな見どころがありますので、はい、ぜひ、見ていただければなと思います。はい、はい、ということで続きまして、はい、いつもはあゆみって呼んでるんですけど、はい、じゃあおさかべさんよろしくお願いします。さあ、はい、週刊マテリアル通信です。はい、はい、マテリアルの情報です。はい、3月5日今日でございますが、またチョイスなんです、はい、はい、はい、また2チョイスまで、ね、はい、そうですね、はい、またね、ですからね、はい、これは2月の2週目がちょっとできなかった、はい、2週目できなかったので、はい、それを丸々取ってきております。はい、はい、なので今日は新宿スワン、はい、と新宿スワン2を、はい、ワン2を、はい、はい、楽しもうかなと思いまして、はい、ワンチョイスが新宿スワン、ツーチョイス目が新宿スワン、はい、2ということで連続で、はい、連続で、新宿スワンを楽しんでいただこうかなと思っております。はい、はい、アイアンゴーですね。はい、アイアンゴーさんですね。はい、はい、そのシオンからですね。はい、はい、そして明日ですね、はい、明日、3月6日が、はい、祈りの幕が降りるというですね、ワンチョイス。はい、でツーチョイス目がブレスレットという、はいはいはい、サスペンスになるのかな、うん、はい、その映画を楽しみたいと思っております。はい、はい、そして料金の方が、はい、参加費が1500円、はい、そしてワンドリンクと、はい、お菓子付きでございます、はいはい、そして、2個とも楽しみたい方は、はい、ちょい割りが、ちょい割り、はい、ちょっとだけですよ、はい、500円割り引きなんですが、はいはい、3000円のところ2500円で楽しんでいただけるという感じでございます。はい、はい、お時間の方が、ワンチョイス目が12時半、はい、オープンの13時スタート、はい、13時スタートで、2チョイス目が15時半のオープンで16時スタートという感じでございます。はい、はい、そして、ね、ラッシュがあります。ラッシュ、はい、走ります。はい、走りますよ、はい、走ります。こちらが月曜日ですね、はい、3月7日の月曜日、はい、でこちらは、8時に終わっちゃうので、うん、7時にスタートします。はい、40分ぐらい走って、はい、さっと着替えて帰る。なるほど、はいはい、なので、今回は参加費が無料となっておりますので、はいはいはい、ぜひぜひ走ってくださいということでございます。はい、そして、3月10日ですけども、はい、これは、クリプトスタディーというので、はい、仮想通貨のお話、はい、その辺をちょっとみんな勉強しようかという会議、はい、儲かってんすか、儲かってんすか、はい、儲かってんすか、はい、クリプトは今儲かりますね、やり方次第ではね。なんか聞けるらしいっすよ。ややこしいんでね、やっぱり勉強しないと絶対無理、うん、だっていろんな銘柄っていうかのいろんな種類があるじゃないですか。そうなんですよ、そので、ね、その仕組みもまた微妙に違ったりとかするから、ね、値段の上げ下げじゃなくて、うん、その大元をどう増やしていくか、うんうん、まあ、DeFi が、うん、まあ、ちょっと もう浸透してるので、うん、もう DeFi どういうところにやっていくのかとか、うん、まあ、貯金するような感じですね、うん、はい、あとはもう歩いて稼ぐやつとか、ああ、はいはいはい、なんか言ってましたね、ステップンも、はいはい、取り入れてるので、はい、まあ、それも仮想通貨が分からなかったら日本円に交換できないんですよ。なるほど、ね、なるほど、うん、だからその辺もちょっとね、取り込んで勉強しようかなと思ってますので、はい、歩いて走って稼げるんですよ、うん、ねえ何それって、はい、でその辺はちょっとあゆみさんにプレゼンしてもらおうかな。あ、なるほどなるほど、はいはいはい、ステップンっていうアプリのところですけども、はい、面白いですよ。もう最高、うん、もうほんまに最高は僕
まあ、今度まあぶっちゃけ言いますけど、うん、1日というか20分歩いて6000円になりますので、20分で6000円、はい、おお、はい、もうそのやり方次第で、まあ、もっともっとね、ほんまに1時間ぐらい走って3、4万稼ぐ人もいらっしゃる、はい、それは距離なの、はい、ね、時間両方どっちでもいいんですよ。エネルギーは、まあ、ゲームですよ、言うたら。ゲームなんですよ。そのゲームをどういうふうにやるかって、はい、設定の仕方があるんだ。じゃそうですよ、設定とかね、もう靴を買わんとダメなんですよ。あ、まあ、詳しいことはまたあるんですよ。なるほど、はい、靴の NFT っていうのがある。ああ、 NFT、 はい、はい、靴の NFT があるんですよ。靴の NFT を買うって、でそれを持って歩くか走る。ああ、なるほど。ポイントが入って靴って別に本物の靴じゃないんじゃないんですよ。なるほど、なるほど、はい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 、まあ、それでちょっと資金がいる感じなんですけど、その資金っていうのが仮想通貨で購入して、それをまだ交換しないといけないので、それがややこしいんですよね。なるほど、はい、日本円にたどり着くまでが2回、3回ぐらいのかな。3回もあんねや、はい、なるほど。その仕組みとかも知ってなかったら、はい、全部失っちゃうことになるので、うん、はい、そういうところね、はい、その辺を勉強していきたいなっていうのが、はい、まあ、3月の10日に、10日に、はい、これも6時から8時ぐらい、8時までですね、はいはい、8時までで、はい、なので、ワンドリンク以上の注文だけしていただければ、はい、参加費は無料になる。なるほど、はい、はい、わかりました。はい、そして、うん、3月12、13がお休みさせていただきます。はい、はい、まあお休みとか、はい、ちょっとこれは土日ね、土日ね、はい、土日です。はい、はい、ちょっとこの和歌山にちょっとね、お行こうかな。ほう、はい、御朱印巡り出た、アンド、いちご狩り。あー、うん、はい、なあ、いちご狩り、はい、いちご狩りにちょっと濃いってやってるんで、高級チェーンね。やっぱバツ出る、バツ出る。そこちょっと行かないといけない。はい、はい。ついでじゃないですけど、はい、ちょっと和歌山の、はい、大きいところに回ろうかな。なるほど、なるほど、なるほど。はい、はい、はい。ね、ね、あの、田辺は田辺神社とかもあったりとか、はい、いろいろね、あの辺はいろいろ。熊野本宮。ああ、あっち行くんだ。ラチと。わお、はい、あっちまで行くんだ。はい、三世行って、桂まで行こうかな。へ、は、ぇ、い、はい、うん、太平洋だからぐるっと回るってことですね。そうですね、はい、はい、はい、なるほど、はい、はい、ではまたその報告も楽しみに、ね、はい、してしたいと思います。またお土産買ってきます。あーお土産ありますよ。はい、週刊マテリアル通信でした。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ高橋さん、はい、おはようございます。おはようございます。ずっといたのに自己紹介今です。品箱の経過高橋さんです。言ってくれるかも全然おんのに自己紹介高橋さん、よろしくお願いします。ね、いちごの話は禁止ですよね。ねでございますが、はい、リングワンダリングね、はい、リングワン置いてますね。これは難しいね、またワンダリングワンダとか言ってしまう。あ、じゃあなんでやね。はい、の監督のインタビューは、アイアイの方は、はい、次週ですね。来週、明日じゃなし、次週に、はい、お送りします、はい、よろしくお願いします。はい、非常にさ、あの監督も言ってましたけどね、ネタバレが難しい。そうなんですよ。あのね、インタビューは、ね、いつもより短かった。うん、なんか言ってもらおうと思ってもネタバレになるし、うんうんうん、でこっちが聞こうと思ってもネタバレになるし、はい、でも私の好きな話でございますんで、はい、見ていただきたいなと思います。だいぶね、だから今日のやつもギリギリのところ喋ってますね。うん、そう、でもなんかちゃんとあの、まあ、あの戦争のこともね、うん、描いてるっていうのが、そうですね、それが意外でしたね。だからその、はい、ちょっと根底にはそのテーマがあるということも、うん、しながら聞いていただきたいと思います。はい、はい、というときは、まあ、ちょっと華やかなね、うん、映画をご紹介したと。ほう、華やか、うん、まあ、女性が主人公というか、はい、そういう感じの映画をしたんですけどね、はい、今日はね、結局その、リング・ワンダリングの脚本監督と、はい、あとね、うん、誰でしたっけ、監督かけあった人、出てこない、うん、ワンダリングの、はい、脚本かけあった人が、はい、ここに乗ってる、なんか乗ってるの、乗ってたよね、乗ってたよね、ここや、ここや、元気さん、はい、波元気さん、吉本元気さん、はい、っていう方が書かれてるんですけど、はい、この方は俳優、女優さんもやってたりしてる方で、うんうんうん、ほんで脚本、いろんな脚本を書いてるんですよ。あ、そうなんですね。はい、今日はだからその方の脚本作を偶然引っ張ってきました。意外と見てましたんでね、華やかでございます。はい、はい、吉永小百合さん主演でございます。来た、外科室、1992年の日本映画、松竹映画でございますけどね、まあ、あの明治時代のね、はい、伯爵夫人ですけどもね、はいはい、あのまあ、手術をしようとした時に、うん、あの麻酔をかけたら、うん、あの言ってはならないことを言ってしまうかもしれないから、うん、眠るのが怖いって言って、はいはいはい、麻酔なしで手術をするというところから始まる外科室である話なんですけどね、うん、そういう
ちょっと、ゆずみきょうかさんの原作なんで、ちょっと妖艶であって、なるほどなるほど、でこのその男女の前行ってはいけないことっていうのがあるじゃないですか、うん、そういう感じのちょっと妖艶な作品でございます。主演が、吉永さんで、相手が加藤正さんです。おお、あの4億円ボロです、西内ボロの4億円の加藤さんが相手役です。加藤正さん、加藤正さん、加藤正さんが出てます。で、監督が坂東玉三郎、はいはいはい、坂東さんはあの泉京子さんね、野菜系で出て、そこから自分でこれは自分が出ないで監督に回って、なるほど、やはり自分の代わりできるのは吉永さんしかいないということで、うん、吉永小百合さんが出たって。なるほど。バンドたまの3本ですね、映画監督して、はいはいはい、やってらっしゃいます、ね、はい、で、でこれの客がその吉永元気さんがやってるっていうことでございます。はい、そうですね、加藤さん出てまして、はい、うん、中井貴一さんも出ております、はいはい、で広田玲子さん、ヒロさんも出てるということで、でこれ上映時間が50分で、うん、この1992年ですね、多分この時、映画代が、ね、1500円か何かやったと思うんですよ、うん、1300円とか一般料金1500円か何かやったんですけど、うんうんうん、上映時間が50分になったので短いからね、1000円でした、うん、なるほど、割合今までは割合多いんですけど、はいはいはい、この時割合、うん、それが1000円も、はい、ああなるほどでしたね、うんうん、はい、ね、私見に来ましたね、うん、そういう作品です、はい、もし機会があったら見ていただきたいなと思います、はい、そして次も、ジェイさんが主演で、これも脚本、はい、吉村源、はい、源さんです、はい、笑う大天使と、はい、笑う見返りでございます。これは2006年の日本の映画で、これはまあ原作漫画本ですよね、はい、あって、ロケ地はあるんです、佐世保のテーマパークハウステンボス、おー、ハウステンボスで撮ってる、まあ、そこで、まあまあそのまあ、女子高校の、はい、てんやわんを描いてるっていう作品でございます。アニメ、いや実写版、実写版、もともとアニメで、あ、花と夢かなんかかな、の原作をする、はい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 、で、ほんで上野樹里さんが、ね、はいはい、主役で出てると思いますね、はい、のあと平愛理さん、はいはい、愛理さん出てますし、あと菊池凛子さんの、はい、大会になってしまって出てましたけど、はい、あと薩川愛理さんね、はい、も出てるという、そうです、で谷村美月さんも出てる、はいはい、割合出てます。あの先週ご紹介した谷村さんは東京から来るのアニメ版にも声出てるとね、でこれ北木真由さんに出てるとですね、はい、でネバギバ新世界の西岡とか、うん、手塚さとみさんも出てるという感じになります。はい、で監督がですね、これが、カンクくんとか作ったよし、ここやこの人だな小田一成さん、はいはいはい、カンフン君とかもやってまして、はい、でこの番組で紹介した花田少年誌とか、はい、一度も売ってませんので、でミュージコフリアの VFX を担当、なるほどなるほど、はいはい、でも一度も売ってません、どこで VFX 使ったんですかねミュージコフリアもどこで使ったんですか ね, ね, ね、ですからなんかこの人は、小田一成さんはあのずっと VFX の一人者ということでやってます。はい、ほんでですね、この元気さんね、はい、テレビアニメでいろいろねやってるんです、脚本、ほうほう、うん、ほんで私の好きなアニメのやつもやってはりますけども、はい、ただ劇場版はしてないという、あ、なるほど、残念なんですけ ど, ど、はいはい、実はそれがです、はい、わテレビ版で言いますと、おほ、はい、ここですよ、マーマレードバイアス、ね、そうですよね、マーマレードバイアスのテレビ版の脚本はやってはるみたいですよ、映画版ね見たらね、うん、ちゃうかったんで、あららら、多分だからだからちょっと映画版はもう一つだったんですね、うん、なるほど、マーマレードバイアスだーちょっと1年間見てます、はい、もう手に入れよ、カズさん、ジャンボカズさんでございます、はい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 、だからちょっとママレードボーイはずっと生きながら良かったんですけど、はい、最終回と映画版が残念やったと、はい、で実写版もちょっとね残念だったんですよね、これね、これだからいろんな最近のやつを探っていくと、こうやって昔見た作品に携わってた人がいたということで、はいはい、あの選手の時をかけしようでも、あの両方のね、はいはい、そうですね、今回我々こうやると、ね、あの全然新作でね、はい、見せてもらってやってて、監督の方に目が行きますけど、はい、いろんなとこ調べるとこういうので今まで見てる人がやってるのに繋がりますからね、はい、映画って面白いですね、はい、水野春のみたいな感じで終わりたいと思います、はい、タイムリープしたいです、はい、ありがとうございました、はい、ということでエンディングでございます、はい、はい、ということで、おっさん3人で駆け抜けてまいりましたいやほんまなんかあれよね、4人だけになっただけでも結構寂しかったけど、あのおっさん3人っていうのもなかなかあれですね、はい、まあちょっと
頑張ってみましたということで。来週帰るんですか、来週取るんですかね。来週俺おらんかったらどうしようね。いやもう本当ね、あのいろんなところでいろんな人がねこういなくなったりこう出てきたりとかいろいろしてますけども、はい、我々も、頑張っていきたいと思いますんで、はい、また来週もよろしくお願いします。はい、はい、ということで今週これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。はい、さよなら。